ございます。ちょっともう実は時間なくてね。実は、はい、ちょっともういいかな。いや時間ない。そんな迎えに来てくれたり。どこ乗ればいいですか。後ろ。とにかく時間がないということで、早速あるところへ向けて出発。私たちは伊丹の方に。伊丹。もう与田さんが、はい、実は本社をね、伊丹に行ったんですよ。ああ、その春。それはね、なんか聞いてますよ、軽く。今日ね、伊丹の方で丸イベントやってるんですよ。でそこに東洋タイヤさんも出展されてるんですよね。まあ、今日は伊丹の皆さんにちょっとまあ広めていただくというか。わかりました。今日あんまり時間ないんですよ、本当に。そうですよね、僕だって帰らないといけないから、東京に。そうなんです。え、終電って9時ぐらいですか。終電多分ね、9時半ぐらいと思います。今何時ですか。今ね、時間で言うとね、はい、5時10分です。なんかあるんですか、作戦みたいな。作戦はね、一切考えてないです。考えてない。いつも通り考えてない。いつも通り考えてない。いやいや、あのね、みんなも一般の方で訪問していただいて、ここで俺の T シャツをちょっと売ってもらうってことですね。ただ、はい、何も言ってないです。何出してくれって言いに行くってこと。言ってみないと分かんないんですけど。過去3回東洋タイヤの番組に出演してきた純一ダビッドソン。今回課せられたミッションは、2017年5月に本社を大阪市から伊丹市に移した東洋タイヤ。そこで伊丹のバルイベントに初出展した東洋タイヤのブースに純一ダビッドソンが急遽参戦。東洋タイヤが伊丹の仲間入りできるようにバルイベントを盛り上げていただきます。しかし、とにかく時間がない。走って走るって何なん。もう時間ないから。どこ行くの。純一に与えられた時間はわずか2時間。果たして純一は伊丹の皆様の心にゴールインすることができるのか。純一ダビッドソンの伊丹街中バルに来ましたね。出発して30分、東洋タイヤの本社がある伊丹に到着。土砂降りですね。マジか。あ、これが伊丹街中バル。あ、本社や。あ、どうも、本田です。結構にぎわってるじゃないですか。ね、これやったらちょっと頑張って皆さんと東洋タイヤを仲良く。メキシコからようこそ。あ、どうも、ちょっとね、伊丹空港経由で。ここか。どうぞ。どうもこんにちは。あ、やってるね。あ、すごい。東洋タイヤさんがですね、大阪から伊丹に本社移ってきましてね、というわけで移転おめでとうございます。ゴラッソ。何ゴラッソ。ゴラッソ。あ、言うてなかったですか。前グラッチェ言うてたでしょ。メキシコ行ったからスペイン語っぽいやつで、なんかええ言葉ないかなと思って探してたら、ゴラッソいうのがあって、意味調べたらナイスゴールみたいな意味で全然違うかったですけど。ソウスケ、ソウスケ一緒に写真撮ろうか。全然喜んでないやん。苦笑いしてるやんか。ヨーヨー釣りなんて俺何年ぶりやろ。夢のコラボ。お、いけたんちゃうこれ。怖いな、切れるかもな。絶対切れるって。おーっしゃー。イエーイ。ソウスケイエーイ。全然やってくれへんやん。さあ皆さん、これ何すか。何。あ、トヨタイヤ。あ、ハッピーを切ろうと。はい、じゃあヨーヨー釣りやってますよ。ほんで、時間がないからもう。これ何。開ける。あ、これマス。あ、タイヤ型のマス。これを持って。伊丹といえば何ですか。
伊丹といえば小屋池ですね。選手発祥の地だ。選手発祥の地。あ、皆さん知ってました？知ってたよ私と。伊丹は古くより酒造りが盛んに営まれてきた清酒発祥の地で、江戸時代には清酒が将軍へ献上されたという歴史ある町。伊丹町中バルに出している多くのお店が伊丹の地酒を置いているんです。残す時間はサッカーの試合と同じ90分。このマスを持ってね、はい、あることをしてもらいたいな。あとなんか、いや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 、え、これそういう番組なんですか。何するんですか。ただで、はい、日本酒を飲ませてくれるような交渉をしていただこうかな。ただで、無茶ぶりやな。清酒発祥の地伊丹ということで、純一には伊丹の地酒が置いてあるお店に突撃してもらってネタを披露。そのネタが受ければ交換条件としてお酒を飲ませていただくというゲーム。3ネタを披露し、はしご酒のハットトリックを決めたらミッションクリア。東洋タイヤのマスを使って伊丹の地酒を味わう、まさに伊丹の皆様と仲良くなれる最高のコラボ企画なのである。あ、こっち店舗あるやんか、ちゃんと。おお、すごいすごい。ちょっと入ってみようか。あ、こんばんは。おお、どうもどうも、こんばんは。すいません、お店の大将は、はいはい、あ、大将今ね、はい、これそこに東洋タイヤのブースで出てるんですけど、知ってます、はい、東洋タイヤが、はい、伊丹に移転してきたんですよ、本社。はい、ちょっとお近づきの印に僕が一ネタやりますから、なんか面白かったら日本酒一杯ご馳走してくれませんか。もちろんもちろん。いいっすか。面白くなかったらご馳走してね。そらお前に。お、関西の人これやからめんどくさい。本田圭佑体操。はい、足を肩幅に開いて、はい、両手をまっすぐ前に流します。はい、上腕二頭筋意識しながら左手をゆっくり下ろして、はい、右手を前にストレッチしながら手のひらを返して、はい、ここで一言、シンジちょっと右。どうですか。オッケーオッケーオッケー。これピカピカ。はい、あ、うわ、嘘。じゃあ皆さん一緒に、ゴラッソー。ゴール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 。店長さんですか。あ、はい、そうです。店長さん、ね、はい、伊丹といえばお酒の街ということで、はい、ちょっと僕が一ネタやって、はい、面白かったら、はい、これをなみなみタダでもらうっていう今キャンペーンをやってまして、皆さん、そしたら皆さんの拍手であれしましょうか。いいですか、はい、皆さんの拍手で、皆さんの拍手の具合で、はい、はい、じゃあちょっと一ネタやっていいですか。こって言い過ぎる本田っていうネタありますね。そうですね、シンプルに言うと子やと思いますね。子というのは競り合いに勝つのも子、得点を決めるのも子、子を高めた個々がコミュニケーションを取るのが昨今のサッカーという中で、ここが心のどこかでこう意識してコツコツこう高めれば、9日後の午後5時にここにある今年の代表との午後一番困らない、勝ち解け、こう。ありがとうございます。どうですか。半分半分。じゃあ分かった分かった。じゃあもう一個、はい、じゃあ
モチベーションの上げ方がおかしい本田っていうネタやりますね。まあモチベーションの上げ方っていろいろあると。まあ言う中で僕の場合、トイレに行きたい状況であえて車で高速に乗りますね。まあ普通に考えたらピンチやと。ただその漏れそうで漏れないギリギリの状況にモチベーションって上がってくるんですね。大丈夫かと、次のインターチェンジまで持つのかと。さらに言うと俺は次のインターですら通り過ぎますね。どうですか、じゃあ皆さん、グラスを片手に、はい、いきますよ。ゴラッソ。あのね、日本酒ですから2杯飲んだら結構寄ってきますよ。いやここも行ってみたかったけど、ちょっとすごいもんな、人数が。吐き漏れたからじーっとしてみて。え、じーっとしてみて。やばい。何時ですか今朝の。あ、こっちメキシコの人。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、どうも。これすごないですか、古民家みたいな。多分日本酒を作ってる蔵だ。あー、酒蔵。ここもうだって直でうまい酒置いてるでしょ。あ、何これ。あ、お店になってんねや、あの酒蔵自体が。はぁ、ちょっと行きますけど、これすごいもん、ほら。はぁ、あ、街中がある会場って書いてる。すごい、こんな見たことないわ。なるほど、伊丹はこういう歴史ある街やったんですね。じゃあちょっと入ってみましょうか。ここすごいな、ここさっきより全然人おる。こんばんは。交渉事があってです、はいよ、このお店を盛り上げるような、ありがとうございます、ことやって、はい、面白かったら、はい、ちょっとこの地酒をいっぱいそこに並々とただでいただいて、並々と結構でございますよ。皆さんに向かって僕はちょっと一ネタやりますんで、これちょっと皆さんこの辺集まってもらってもいいですか。じゃあせっかくなんで、ちょうどハッピーも来てますから、不動産屋で働く本田っていうネタをやります。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。あ、マンションを探し。あ、マンションであればね、ちょうど今日いい物件が出たんですけど、これどうですか。はい、駅からの距離。まあそうですね、大体10分ぐらいですね。いやいや、徒歩じゃないです、ドリブルで10分ですね。5分以内がいい。それはもう鍛えてもらうしか。セキュリティはね、結構しっかりしてますよ。オートロックはついてないんですけど、ここ見てもらっていいですか。24時間体制で玄関先にキーパーの川島立たしてますから。泥棒来るでしょう、全部パンチングですね。はい、オランダ代表ですか。あ、ベランダないのって言ったんですね。ベランダこれですね。ちなみに事故になったことがあるような、まあいわゆる事故物件ではないんでね、ご安心ください。まあそうですね、お察しの通り事故物件ではなく事故物件ですね。どうもありがとうございました。なんか若干滑ってた。当店の若干滑ってた。もうなんかこっちやりきった感あるからさ、こっからなんかもう一軒行けって言われても。ご当地の感じの場所っぽくなってきたね。来た。いや違う、ま、待ち合わせはしてないですよ。これ何か入れるの？これそうそう、さっきからちょっと軽く一ネタやって、面白かったらタダでお酒ちょうだいいうのやってるんですよ。じゃあ、本田圭佑
ケ体操肘の運動っていうのがあるんで、これをやります。いただきます。はい、まっすぐ立った状態で右の肘を上に伸ばしていきます。はい、1,2,はい、反対 3,4 はい、5,6でぐーっと手を上に伸ばして、はい、ここで一言、吉田下がれ。ディフェンスライン下げよう。もっと見たい。ディフェンスライン下げよう。マジ言うてるんですか。もらわずに。いや、だって滑ったよ。あ、ちょっとこっちも受けてるわ。ホワイトボードネタやろうか、ほんな。はい、これ返してもいいですか。どうぞ。バッと返してください。もうちょっとガッツリ本気のネタやるよ。じゃあ社会科の授業をやる本立ちですけど、ネタやりますね。じゃあいきますよ。じゃあ早速授業を始めていきたいと思いますけど、皆さん日本史の年号の覚え方ってありますよね。例えばこれ、710年、これ平城京ができた年なんですけど、ほとんどの人がこれなんと立派な平城京って覚えてると思うんですよね。ちょっとこれでは覚えにくいと、まあ、いうことでもっといい覚え方があるんで、これで覚えてください。じゃあいきますね、なんと立派なブラジル代表平城京、この方が覚えやすいですね。これね、泣くよう、うぐいす、平安京って覚えてる人が多いと思うんですけど、これで覚えにくいと、正しい覚え方いきますね。泣くよ、ワールドカップで優勝したらな、ただ優勝もしてないのに泣いてるやつって言うのか、俺に言わせたらナンセンスなんじゃないかと思いますね。平安京、このように覚えてくださいね。7時半です。もう行かなあかん。新幹線9時です。走って。走るって何なん？もう時間ないから。どこ行くの？嘘やろ。じゃあ俺酒飲んでるんですよ。どんだけ走らせんのよこれ。撮影時間は残りわずか。時間内にはしご酒のハットトリックを達成し、伊丹の皆様のハートをキャッチすることができるのか。ついてけえへんのかい。店長さんって。店長さん、はい、すみません、今ですね、このダイヤさんが痛みに移転してきて、はい、ちょっと痛みの皆さんと仲良くなるためにですね、はい、ちょっと僕がこのお店も盛り上げつつ、はい、なんかちょっと皆さんを一盛り上げこうネタとかなんかやってして面白かったらこのマスにお酒を入れてもらうっていうキャンペーンをやってまして、OK、はい、ですか。飲んでました。時間ない。すいません。じゃあちょっと一人がやっていいですか。はい、凝って言い過ぎる本だっていうので。まあそうですね。シンプルに言うと子やと思いますね。子というのは競り合いに勝つのも子。得点を決めるのも子。子を高めた個々がコミュニケーション取るのが昨今のサッカーという中で。ここが心のどこかでこう意識してコツコツこう高めれば9日後の午後5時にここであるコートジボワール代表とるここ一番困らない。かきくけ、こう。どうですか、店長さん。豊田さんと田畑さんと痛みの皆さんの今後の未来を祈りまして、じゃあ行きますよ皆さん、せーの、ゴラッソ。言うてますよ。時間切れです。はい、まあ、でも行きましょう行きましょう。え？いや、もう帰ってです。え？もう帰っていけない。君に伝えたい愛の。またな。今のあのまたなは白夜行のドラマの時の刑事役の武田鉄矢が一番最初男の子に言った時のまたなと同じまたなです。伸びしろですね。